にちは。本日もよろしくお願いいたします。本日はダイソーのスタンププレートを使って千鳥柄ネイルをします。以前購入したものなので、最近はあまりダイソーで見かけない気がします。ネイルプレートはキャンドゥなどでも購入できますよ。最初に保護フィルムを剥がします。こちらの千鳥柄を使います。斜めフレンチに千鳥柄を押したいので、セロハンテープでマスキングしておきます。ジェルのブラックを使います。しっかり溝にジェルを入れます。少し足りなかったので足します。絵を取ります。しっかり硬化します。ネイルチップに絵を押します。そのままテープを剥がすと絵も剥がれてしまうので、ノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。テープを剥がします。はみ出たデザインはカットします。アイシングジェルでパールをつけます。
コーティングして完成です。簡単にできるのでぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。フォローいいねもよろしくお願いいたします。次回も見てね。